アジスタでプレイするっていうのは誇り、非常に面白いスタイルだったと思うんで、自分が高1の時に飛び級でユースに昇格したと思うんですけど、17歳の時にここまで行くとは思ってはなかったです。出場機会がない時にふてくされたりとか、自分自身にベクトルを向けてっていうのは意識してるんで。まずその熊本に今シーズン途中で移籍を決断されたっていう、しかも完全での移籍っていう、この理由だったりきっかけっていうのはいかがでしょう。レンタルで2クラブ行ってた中で、やっぱりなんかレンタルっていうものでなんか吹っ切れずに、やっていた部分が多分、意識しない中で多分あったと思うんで、まあそういうのも全部出て、一からというか、まあもう一回やりたいなっていうか、熊本でまた成長してっていうのをしたいなと思って、選びました。入る前に感じてた熊本サッカーと、入ってみて実際に感じた、そのサッカー、熊本サッカーの印象っていう、それぞれいかがですか？入る前はやっぱりパスワークの方に目がいって、いい距離感で本当にボールがすごい動くって楽しそうだなっていうふうに思ってたんですけど、いざ入ってみると攻守の切り替えとか、守備で前からのプレスとか運動量とか、そういうのがやっぱり大事なんだなというか、そっちが本当きつかったですね、最初は。その本当もう作り出してるのが沖武監督ということで、まあ沖武監督ってどんな監督ですか？沖監督は練習からすごい厳しいことも言いますけど、みんなに対して平等というか、まあ本当やってない選手がいたら言うし、できたら褒めてくれるしみたいな、本当にフラットな監督だと思います。そんな中で平川選手自身がなんか言われていたことだったり、求められていたことっていうのはどんなところになりますか？オン・ザ・ボールのところではなく、やっぱオフ・ザ・ボールのところをものすごい最初は言われて、ボール出した後止まらないとか、守備で人を後ろに置かないとか、切り替えとか、そういうのを練習からもうめちゃくちゃ言われて出ましたね。そうした中で、まあ、途中出場が続いて、初先発で迎えたアウェーでの長崎戦で、あそこで本当、初ゴールを取れたっていうのは大きかったのかなって思うんですけど、やっぱりそこから乗れたみたいな感じはありましたか？やっぱり長崎戦が自分の中でターニングポイントだとは思っていて、初先発でチームの流れも良かったんで、ここで自分が出て負けてしまったらやっぱり良くないっていうのは分かっていたんで、まあ自分が出て、しかも自分のゴールで勝利をものにできたのは本当に自信につながりましたね。そこで気になるのは、どんな基準で判断をしたりプレーされているのかっていうのが、あと気をつけていることだったり、そのあたりっていかがですか？まあ、熊本の場合は味方が常にサポートをしてくれるんで、本当やりやすいですし、距離感とかも本当大事にしてるんで、まあ、自分自身はボールもらう前にイメージ持ってたりとか、まあ、大きさもよく言うんですけど、ボール回ししてるような感覚でゲームができてると思ってます。本当にもう大卒だったりで若い選手が多くて、すごくやや野心にあふれるチームだとも思うんですが、そこに身を置いてみて感じているその環境だったりっていうのはいかがですか？環境はまあ、東京にいた頃の方がもちろん良かったとは思いますけど、ただ、練習の内容とか質っていう部分では、それ以上のものができてると思いますし、本当に日々の練習から、やっぱ切り替えもとても早いし、まあ、相手がいない練習でも、シュート打ったらすぐダッシュで戻るとか、そういうのが本当徹底されていて、まあ、来た瞬間は本当、びっくりしましたね。カモンロッソっていうチャントがあるじゃないですか。声出し解禁で今年初めてその体験というか、やってみた時の感想とかっていかがでした？モンロスの存在は熊本に来るまで知らなかったんで、実際声出してやってみたら、やっぱ結構多分耳に残るリズムで、多分見てる人も多分楽しいと思うんですけど、自分たちも本当に楽しいですね、あの瞬間は。本当プレーオフでホームの笑顔健康スタジアムでやったカモンロッソとかすごく印象に残ってるんじゃないですか？プレーオフではお客さんもとても多く入りましたし、雰囲気の中でカモンロッソをできるっていうのは本当に幸せな瞬間ですね。FC 東京にもシャーっていうちゃんとはい。が なんか、ね、そういうふうにサポーターと一緒に盛り上がるちゃんとってね、やっぱ選手としてもなんか楽しかったりします。そうですね。FC 東京でそのシャアをやったことはないんですけど、熊本だったらチーム全員でできるんで、それはいいことだと思います。先日のファン感謝祭の動画をちょっと拝見してやった時に、平川選手がなんか一生一緒だよみたいなのを おっしゃっはい。た あれは
はもう残留宣言みたいな感じで受け取っても大丈夫なんですか？いや、それはゲームなんで全く関係ないですね。いやでもああいう場もなんか久々、選手としても久々だったんじゃないですか。やっぱりああいうファンとの皆さんと触れ合う機会っていうのも減ってますし、ああいうのを熊本のあの街中でできたのはチームにとってもあの非常にプラスだと思います。これから熊本のサッカー 見てみたいなっていう人もいると思うんですけど、なんか熊本のサッカーの魅力っていうのをちょっとあの平川選手からどういうものかっていうのを教えていただけますか？熊本のサッカーやっぱりあの攻守の切れ目がなく、もう90分間本当走り続けるで誰もサボらないっていうのが一番の武器だと思いますし、相手によって自分たちのスタイルがぶれないっていうのはあの強みだと思います。J1 3人プレーオフってすごく難しい、いろんなレギュレーションがあったりで難しい試合だと思うんですけど、その引き分けでも OK だったり引き分けではダメだったり、なんかその両方を経験してみての難しさっていうのを感じました？そうですね、あの熊本は本当に引き分け2つで上がってきたんで、まあ、レギュレーションに助けられた部分と最後は泣かされた部分、あの両方あったと思ってます。その辺でチームとして考えていたことだったり、まあ、特に京都戦のやっぱりそのあと1点必要っていうところで、なんかそのどんな風に、まあ、事前にいろいろチームとしてもあの話し合ってたと思うんですけど、どんな感じでそのチームとして臨んでいましたか？大木監督は J2 の、 あのプレーオフの時でも引き分けに行くんじゃなくて勝ちに行くっていうことをずっと言ってたんで、まあ、それは京都戦でも変わらず勝ちに行って引き分けになってしまったっていう感じではいますね。今シーズンあの熊本でプレーして、それで感じた自身の課題っていうのはいかがですか？まあ、自分は熊本で攻撃的なポジションでプレーすることが多かったんで、そういう意味ではアシストだったりゴールっていうの数に対してはすごい自分自身物足りなさも感じてますし、この組み立てからゴールに関わるところまでできるようになりたいと自分は思ってるんで、そのゴールに関わる部分はもっともっと伸ばしていきたいと思ってます。2023年はどんな1年にしたいですか？やっぱり1年間通して試合に出続けてゴールアシストっていうのにもっともっとこだわってあのプレーしたいと思ってます。では最後にあの熊本のファンサポーターへのメッセージいただけますか？今シーズンは本当最後の最後で皆さんに J1 昇格を届けることができなかったですけど、あの来年また今度は自動昇格できるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。わかりました。本当に長いシーズンお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、来シーズン期待してます。ありがとうございます。待ってください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。